はい、どうもカズです。今日なんですけども、ナンパ企画やっていきたいと思います。普通にナンパしても成功しないので、インタビュー形式でやっていきます。質問内容は、単刀直入に、童貞ってどう思いますか？これでいきましょうか。それでは、やっていこう。はい、というわけで来ていただきました。新宿の美女限定で聞いてるんですけども、ちょっと突っ込んだ質問になっちゃうんですけど、童貞ってどう思いますか？童貞ってどう思いますか？別になんとも思わない。とも思わないですか？やりちんと童貞いたらどう、はい、え？やりちんと童貞がいたらどっちがいいってなったらどっちします？2人しかいない。2人しかいない。世界で。世界で。そうですね。あれ負けと。私は童貞かな。童貞、ママですか？お姉さんは。どうだろう。童貞。その理由は何ですか？でも、もう世界に2人しかいないですよね。やりちんと童貞で、あと自分だけ、お姉さん方。死ぬじゃん。もう死ぬんじゃない。死ぬ。そこ疲れた人もあるんですけど、死ぬ前になんか、もうちょっと付き合うとしたら、もう2人の最後に死ぬ前に最後にちょっと愛を、愛を育みましたら、そうですね。それでもいいんですけど、どっちかといえばどっちかですね。もうそれしたら死ぬ。それ終わったら死にます。死にます。それ終わったら死ぬ。死にます。じゃあやりちん。でも容姿は同じですよ。容姿は同じで、容姿一緒。容姿同じ。一緒。じゃあやりちん。だってもうその後死ぬんですよ。死にます。でも危険心ですけど、死にます。死なないですけど。死ぬならやりちんだっすか？やっぱ、ね、技術的なもの。ああ、そういうことか。ああ、なるほど。汚れてないから童貞とかじゃないです。もうその技術的にすごいから、これからずっと一緒にいるわけでなければ、やりちんかな。ああ、そういうことか。なるほど。実はこう見えて童貞なんですよ。あ、そうなんです。はい。やっぱそうだろうなと思ったんで、そこはちょっと突っ込まずに。今度お姉さん方のタイプで、今度都庁を一緒に登りたいんで、ラインだけ交換してもらえませんか？都庁？はい、東京都庁デートしたくて、なんか前からデートしたいなと思ってたんですけど、相手がいなくて、探してるんですよ。よかったらラインだけ交換してもらえませんか？都庁綺麗じゃないですか。スカイツリーでもいいですよ。はい。じゃあなんかスカイツリーもいいや。スカイツリーやろう。なんで取っちゃう？なんで取っちゃう？近いからです。多分視界に入ったからです。来やすいじゃないですか、新宿ってやっぱ。で、新宿よく来られますよね。じゃあ、なんか童貞の流れから、なんか意味不明すぎて。童貞がいいって言ったんで、僕はちょっと。いや、だから2人しかいなかったらやりちん。あ、じゃあ逆にやりちんなんですか？はい。全然やりちんなんですよ。やりちんです。全然、はい。急に来ましたね。嫌が来ましたね。お二人とも彼氏さんいますかね？います。僕もちょうどいないんですよ。へえ。また友達からでいいんで、ちょっと LINE だけ交換してもらえませんかね。怪しいと思ったらブロックして削除しちゃった。大体言う。そう、変な人って大体言う。変な人ですかね。いや、お姉さん方すごいいい人ですね。いい人たちですね。一回通り過ぎて、また来てくれたんです。そうなんですか？そうです。一回とか言って、通り過ぎて、また来てくれたんです。はい。いい人っすね。はい。なんか、心が温まりましたね。本当に思ってます。いや、思ってます。もっと温まる。大体だってスルーなんで、はい。そうです。どれぐらいいるんですか？はい。ここにどれぐらいいるんですか？ここに。自分はさっき来たんですよ。あ、そうなんですか。僕は13時ぐらいからいます。暇すぎる。今日休みだったんで。そうなんだ。他の YouTuber とコラボしたりとかやってました。ちょうど自分、彼女のお姉さん、LINE だけ教えてもらってください。私なんで。いや。彼女は恋人いる同士でと思って。いや僕はいない同士で。悲しすぎないですか？いや、いいじゃないですか。できるじゃないですか、これから。
いいですか。あ、ありがとうございます。声が好きですか。声がすごい好きですなんかいい声ですね。私が読み込むタイプまさかの本当ですか。なんか出す方が一個手間あるんで僕が、はい、やっぱりはい、カズって言います。これを増えました。多分今日一瞬で忘れますよ、もう終わった瞬間に。今日ちょっと寝る前ちょっと電話しましょう。寝ます寝ます。明日朝起きたら電話しましょう。そう、まあ、いいですよ、電話出てくれれば、はい、出てくれれば寂しがり屋なんでちょっと、はい、そこはちょっとお姉さん話し合いましょう、はい、最後これだけお願いします。あ、ポーズあるんです、すみません。片手でもいいです。東京都庁というわけで新宿の双子に来ていただきました。質問なんですけれども、童貞はどう思いますか。童貞ってどう思いますか。いいと思います。いいと思います。実はこう見えて童貞なんですよ。これ本当なんですよ。今度お姉さん方って都庁前登りたいんで LINE だけ交換してもらえませんか。それは無理です。無理です。ごめんなさい。すごいタイプで、はい、タイプですよ、お姉さん方のこと、はい、ちょっと、はい、ダメです。やっぱ彼氏さんいますか。彼氏います。そうか、全然怪しかったらブロックしちゃっていいんで、友達からちょっとダメです。インスタ友達とかでいいんで。無理です。フェイスブックとか無理、やってないです。ミクシーとかでいいやってないです。で、家電だけいいですかね。いや、家電ないです。家電ない、家電ない、ないです。まあ、今時ですね。で、おいくつですか。学生です。学生、学生です。なんで今日は双子コーデなんですか。ディズニーで行ってきました。22ディズニー。なんで今日お揃いなんですか。そうなんです。なんでお揃いなんですか。ディズニーだから。あ、ディズニー、ああ。なんか22って聞こえてて22歳だと思って。すいません、最後これだけお願いします。せーの、都庁前新宿の美女限定で聞いております。質問なんですけれども、童貞ってどう思いますか。童貞ってどう思いますか。童貞、まあなんか誰しもある時期ですもんね。そんな、なんか否定感はないですけど。あ、まあ、いつも私はみんな童貞ですもんね。うんうんうん。実は僕こう見えて童貞なんですよ。へ、はい、お姉さんのことタイプで、はい、ちょっと卒業させてほしいんですよ、お姉さんに。LINE 、はい、だけ交換してもらえませんか。ごめんなさい、ちょっと難しいです。まあでもそれはそうですよね。あ、そういう目的だったら確かに。私は初デートでとかじゃなくて、はい、20回目ぐらいのデートで卒業させてほしいんです、はい、段階を踏んだ上です。いや20回、はい、ごめんなさい、ちょっと難しいですね。難しいですか。はい、彼氏さんいます。はい、じゃあ2番目とかにしてもらうことってできない、厳しいんです。そうですね、はい、わかりました。ごめんなさい。最後にこれお願いします。あ、ポーズできないです。足元だけ。あ、俺だけでいい、はいはい、せーの、都庁前いただきました。新宿の美女限定で聞いてるんですけれども、童貞ってどう思いますかね。別にいいんじゃないですか。いいですか。いいです。でも世間一般的な人はやっぱヤリチンの方がモテるっていう印象でもいいなっていう。いや、ちょっとチャラすぎるんじゃない。チャラい、童貞はセンスがなくていい。ちなみに僕こう見えて童貞なんですよ。お姉さんのタイプなので、今度ちょっと一緒に都庁行きませんか。あ、ちょっとコロナなのですいません、外出する。コロナ、1年後にはワクチンができるんで、その後でいいですよ。いや、大丈夫。その後連絡するんで、その LINE だけ交換してもらえませんか。いや好きな人がいるので。あ、いるんですね。いや、僕超えるんで、その人、はい、なんとかして。いや、ちょっと、もっとタイプな似合う方がいると思いますので。あ、タイプです、すごい、はい、いや、もっと
美人な方もいっぱいいらっしゃいますので、すいません。いや、あ、いないですね、全然。あの、怪しかったらもうブロックしちゃっていいんで、いいですか、LINE だけ。ブロックできるので、LINE は別に。30秒じゃないですか。あ、分かりました。最後これだけお願いします。せーの、東京都庁。絶対映さないで、約束します。はい、というわけで来ていただきました。新宿の美女限定で聞いております。質問なんですけれども、童貞ってどう思いますかね。どう思う、はい、いいんじゃないですか。いいですか。はい。好きですか。好きじゃないです。おお。ちなみに僕、こう見えて実は童貞なんですよ。はい。で、今度あのお姉さんと一緒にあのユニクロデートしたいんで、と LINE だけ交換してもらえませんか。ユニクロデートですか。ちょっとあの結構服がダサいんで、ちょっと選んでほしいなと思って、コーディネートしてほしいなと。はい。あ、OK ですか。はい。あ、ありがとうございます。え、ダメって言った方がいい。いや、OK なら OK で、あの正直でいいですね。何？じゃあ LINE OK ですか。ありがとうございます。いいんですか、お姉さん。 LINE ですか。 LINE ぐらいだったら変な LINE とかしないんで、本当に純粋な気持ちの彼が。そうですね、純粋な、はい。はい、高青年なんで。素人？本当に。あれ素人です。あ、風俗行ったんだ。え、はい、ちょっと中退だね。ここも行きたくなかったんですけど、ちょっとね、出会いがないっていうことでね、悪い友達に連れて帰っちゃって。大阪の方行っちゃったんですよね。ありがとうございます。あ、なんかあれ、名前あれ、あれですね。名前は、名前があれ、よくわかんないですね。H？ なんかコードネームみたいなのあります。コードネーム、どうですか。え、ガンダム乗るの。名前っていうか、なんか春、春で。ああ、春で、はい。はい、じゃあちょっとあのナルトを送るんで。はい、はい。じゃあ、はい、ユニクロデートしましょう。お姉さんに何のメリットない。服買ってあげるとかね、カズさん。そこはカズさんに。僕もあのお姉さんの選ぶんで、服。ユニクロでですか。まあ、自由でです。下行ったね、ユニクロで。女性結構自由行きますやん。行かないです。どこ行きますか。マルキューです。セレクトショップですか。マルキュー。あ、マルキューの、うん、マルキュー。シルクは行きます。シルク、はい、100均ですか。あの、シルクって何だろう。あれ、なんすか、シルク。女性用 のあれ、洋服店、洋服のお店です。知らん、自分もわかんない。あの、ルミネにあります。あ、そうなんだ。セレクトショップの中に多分あるってことですね、いっぱい。あ、そうそう、うん、セレクトショップ、はい。じゃあ最後にこれお願いします。何です。変なポーズがあるんです。東京都庁。はい、というわけで行ってまいりましたね。なんか意外と惹かれるかと思いきや、結構、ま、真面目に答えてくれる方多くて、優しさを感じました。で、2番下できたので、この質問ナンパに適用するのもありかなと思います。はい、というわけで、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタン、バッドボタン、批判コメント、ツイッターのフォロー、よろしくお願いいたします。では。